自信を持った方がいいよ。そうやってたくさんの方があなたに言うと思います。開運セルフマネジメント講師吉原亜美です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日は今は自信がなくってなんだか自分はダメなような気がする、周りの方にあなた自信持った方がいいよってよく言われる方がこの動画を見ていただくと、簡単に自信が手に入る方法を2つお届けしております。最後まで見ていただいてあなたの自信につなげていただけたらいいかなと思います。自分を信じるって書いて自信と読みますよね。でこれは啓発系の講座の先生、そしてスピリチュアルの方なんかもよくブログで自分のことを信じたら自信につながるよって書いてます。とはいえ自分のことを信じるってどうやって、信じてないわけじゃないけど自信ないんですっていう方があまりにも多いんですよね。で今日そのお伝えする2つのポイントっていうのは実際私がずっとやってきていることなんです。でめっちゃ簡単なの、簡単だけど継続は必要っていう2つでもあるかなと思うんですが、まず1つ目は練習自信が、あなたが自信がないと思っていることに対して突き詰めて練習をするということなんです。例えば私はエステという職業があります。でエステに関して本当めっちゃ自信があるんですよ。でなんでかっていうとものすごい練習してきてるからね。人が寝てる時間でもやってたし、人を見つけてはちょっと触らせてみたいなのもずっとやってきてて、膨大な練習量、そしてプラスそれに対する研究とか勉強っていうのをずっとしてきてるんです。それが積み重なってきてやってることで大丈夫、これだけ勉強したしこれだけ練習したんだから大丈夫って思えるようになったから自信が出ているという感じなんです。でここ最近ね、私がウォーキングを習い出してるのは皆さんご存知だと思うんですが、ウォーキングに関しては去年の10月2020年の10月までは本当に自信がない私だったんです。オランウータンが歩いてるみたいと思ってね、ヒールは好きだけど鏡に向かってポージングとか何なんっていう、そんなん恥ずかしくて無理ですっていう感じやったんですよ。でもずっと基礎練習だけを積み重ねてきた今2021年の6月があるんです。でも本当にまだ言うても8ヶ月しかやってないんだけど、基礎をずっと積み重ねてきてて、基礎しかやってないぐらい基礎しかやってないんです。でもそうやってやってきたから自信につながってるんですよね。これだけ基礎練やってきてるんだから大丈夫って思えるようになってて、この間ジュエリーショーに出させていただいたんですが、堂々と自信満々で出演することができてました。表現力がどうだとか、こうジュエリーだから手をねこう綺麗に見せるとかジュエリーを綺麗に見せるとかあるんですけど、そこよりウォーキングって考えた時に私誰よりも練習してきてるし大丈夫っていう自負があったんです。それが自信につながっていってるっていうのが私の実際やってることの一つなんです。例えばお顔に自信がないとか、メイクに自信がないとか、スタイルに自信がないとか、で私もそんなにスタイルに自信があるわけじゃないんだけど、そう思うんだったらそれに対してめちゃめちゃ努力をしてほしいんです。メイクの研究をするとか、なんか顔がねって言うともいっそ整形行くとか、スタイルがねって思うんだったらものすごいダイエット頑張るとか、そうやってこれは練習と一緒で、ダイエットをして、私もダイエットしたの、4キロ痩せたのよ。そうするとね、今でもそんな別に細いわけじゃないけど、ジュエリーショーの時も堂々と服を着て堂々と立ってる私がいるの。
なんでって聞かれたら、だって4キロも痩せたんだもんっていうとこなんです。それが練習だったり努力だったりっていうものの積み重ねで得た自信だったんです。そして2つ目が離れすること、慣れるということも大事かなと思っていまして、私は司会業というのをさせていただくんですが、主にイベントとかコンテストの司会をさせていただいてるんです。で、初めてやった時はもう緊張と自信のなさで頭パニック、真っ白になるぐらい、大丈夫っていうくらい、もうマイク持ってても手こんななってるし、震えてる自分がいるんですよ。声は上ずるしとか。でもそこがスタートで、ずーっと経験を重ねてきて、何回も司会をさせていただいてる中で、ここ最近は司会に関しては上手い下手は別として、めっちゃ自信があるんです。なんでって、回数重ねてきてるから。で、回数重ねるといろんなことが見えるんですよね。あそこができてない、ここはできてない、ここできた、こうやって言えばよかったとか、いろんなことが見えるんだけど、そういうのが見えるようになったっていうのも自分の成長の一つで、初回初めて司会をした時はもうひたすら原稿を読んで終わったっていう感じやったんです。何が良かったのか悪かったのかもわからないぐらい。でも今は、あの時のあの単語、こういう単語使ったらよかったなとか、このタイミングで言った方がよかったな、1秒遅かったなとかいうのが分かるようになってるんですよね。で、これはやっぱり離れなんです。司会台の前に立つということもそうだし、マイクを持って舞台に上がるということも離れ、何回も慣れてきてるから、それが自信につながっているというとこなんじゃないかなと思ってます。自信が持ちたいんです。どうやったら自信が出ますかってもし思ってるんだったら、まず一つは絶対的に練習量、これはあなたの絶大なる自信につながります。そして二つ目が回数慣れるということ。例えばなんかスピーチをせなあかんと思うんやったら、スピーチのその本番までとにかく人前でスピーチしまくる。私ね、2018年にミセスのコンテストに出場させていただいたんです。で、その時も英語のスピーチがあったんです。で、英語大嫌い、音にしか聞こえないから、もう自信のかけらもなかったんだけど、とにかく暗記をして人前で英語を織り交ぜたスピーチにしたんだけど、日本語と英語で人前で何回も何回もやりました。そして電話してね、ちょっと今からスピーチ喋るから聞いといてみたいなのも何回もやったので、最後すごい恥ずかしかったんだけど、なんと駅前でスピーチしました。警察の許可はなかったから怒られたけどでもおばあちゃんとかがわーってやってくれはる。でもそのわーってやってくれはるのがまたちょっとこう自信になったりするんですよ。そうやって練習と離れを繰り返していって、いざ大会でスピーチをしたっていう、そんな感じやったんですがね。自信がないんですっていう人ってきつい話かもしれへんけど、圧倒的に練習量が足りないのと、圧倒的に離れしてないということがあるんじゃないかなと思っているので、なんか自信持ちたいんです、顔に自信がないんですとか、メイクが下手でねとか言うんやったら、ほんま一生懸命努力して練習してみてください。そしたらね、ある日あ、めっちゃいい感じでアイラインかけたとか、あ、つけまつげつけれるようになったとかいうのがちっちゃな自信が出てきて、そこから積み重ねていくと、もう私つけまつげなんか目つぶってつけれるよっていうぐらい自信が出るようになるんです。それが顔がどうだとかスタイルがどうだとかっていうものを勝った時には、もうスタイルとかどうでもよくなってくる。だって私つけまつげつけるの上手やもんってなっちゃうぐらい自信につながっていくものなので、ぜひ練習と離れっていうことを一生懸命やってみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。私のチャンネルでは開運、婚活、コミュニケーション、そしてラジオパーソナリティをお伝えするスピーチレッスンなどなど、カテゴリーを分けて投稿をしております。チャンネル登録から再生リストチェックしていただいて、あなたの毎日に使えることがあったらぜひ取り入れてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。